今日紹介する作家は夏目漱石。彼岸過ぎまで後人と並ぶ夏目漱石の後期を代表する作品です。夏目漱石、心。主人公のもとに先生から届いた遺書、そこにはかつて自分が友人を裏切った罪の告白が書かれていました。友人 K が同じ女性に苦しい恋心を抱いているのを知りながら、先生は K に内緒で彼女の母親に彼女との結婚を申し込むのです。 5,6 日経った後、奥さんは突然私に向かって K にあのことを話したかと聞くのです。私はまだ話さないと答えました。道理で私が話したら変な顔をしていましたよ。あなたも良くないじゃありませんか。平勢あんなに親しくしている間柄だのに、黙って知らん顔をしているのは。 K はお嬢さんと私との間に結ばれた新しい関係について、最初はそうですかとただ一口言っただけだったそうです。しかし奥さんがあなたも喜んでくださいと述べた時、彼は初めて奥さんの顔を見て微笑を漏らしながら、おめでとうございますと言ったまま席を立ったそうです。彼の超然とした態度は、たとえ外観だけにもせよ敬服に値すべきだと私は考えました。私はその時、さぞ K が軽蔑していることだろうと思って、一人で顔をあからめました。私が進もうかよそうかと考えて、ともかくも明くる日まで待とうと決心したのは土曜の晩でした。ところがその晩に K は自殺して死んでしまったのです。その当座は頭がただ恋の一時で支配されていたせいでもありましょうが、私の観察はむしろ簡単で、しかも直線的でした。 K はまさしく失恋のために死んだものとすぐ決めてしまったのです。しかしだんだん落ち着いた気分で同じ現象に向かってみると、そうたやすくは解決がつかないように思われてきました。私はしまいに K が私のようにたった一人で寂しくって仕方がなくなった結果、急に諸血したのではなかろうかと疑い出しました。そうしてまたゾッとしたのです。私も K の歩いた道を K と同じようにたどっているのだという予覚が、折々風のように私の胸を横切り始めたからです。セカンドシングル「おいでシャンプー」5月2日発売。君の香りがした。当たります。さっきここに大きいの当たりました。テントウムシみたいな、ポトン。面白かった。初めて虫当たった顔に。クリーンカモいるよ。かわいい。何してるんだろう。完全にお尻向けられてますけどね今もうちょっとこっち来てよ。